2023年8月21日の鉄道チャンネルサイトニュース万葉線西新港駅が23年9月に5度目の駅名解消富山県を走る万葉線の西新港駅が2023年9月1日に駅名を解消します新駅名は第一院新港クロスベ米前駅です西新港は六道寺 古市の肩館を結ぶ新港高専の駅1933年に中学校前駅として開業し4度の解消を経て2016年に西新港駅になりました駅前には2023年3月にホテル第一院新港が開業同ホテルは複合交流施設クロスベイ新港に隣接しており周辺には海王丸パークや 日本のベニスとも呼ばれる港町内川エリアといった観光スポットも、万葉線によりますと、駅名以外の変更はなく、また、西新港表記の定期券は使用期限までそのまま使用できるということです。